この世は2種類の人でできている。火付けか火消しか。戦争は突然勃発するのではなく、すでにある火種が少しずつ膨らんで、ある日弾け突然現れたように見えるのです。天災のふりをして近づいてくる人災です。火種がどこにあるのか、今どのくらい膨らんでいるのか、どうすれば小さくなるのか、そこそこ分かっています。法律や裁判所を作って防ごうとする人もいます。火種を小さくする人のことを火消しと呼びますが、問題は素早く火消しを現地に送るシステムがまだないことや、法律の穴にみんなが気がつかないこと。戦争を防ぐ技術をよく知って火付けに負けない火消しになる、そんな火消したちの情報交換の場、レディオ火消しライブから今日はここ国分ジェームズにお邪魔して、ジャズ火消しとしてお届けしていきたいと思います。今日のゲストは鳩山由紀夫さんです。ようこそいらっしゃいました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もう鳩山さんは伊勢崎さんの火消し仲間として、私たちはおとぎ話のように沖縄での座り込みの話を聞いたりしてるんですけれども、今日は鳩山さんのサイドからのお話も聞けるかなというので、とっても楽しみにしてますし、伊勢崎さんも他の話もいっぱい聞きたいって言っているので、もう本当にあの火消したちの情報交換の場として待ちに待ったゲストでお迎えしてすごく嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ピアノは中島ひろえさんです。そしてトランペットは伊勢崎健二です。
ありがとうございます。行きましょうか。あのウェイン・ショーターのっていうあのジャズの巨人がいるんですけど、その人の作曲 の足跡って曲です。首相の足跡。いや、伊勢崎さんの足跡だねこれ。いや、私は伊勢崎さんがトランペッターだってことをつい最近まで知らなかったの、はい、あ、そうですか。全然知らなかったんだよね。つい最近でもお知りになったのは誰からか聞いたんですか。マイキトさんから。私からそう、そうですね。じゃあ本当についこの前です。ついこの前よ。誰も教えてくれ、っていうかむしろ自分で言わなかったですね。あの座り込んだ時はもうすっかり俺はプロのトランペットだって言ってました。あれですよね。あの時もあれ2017年にあれ鳩山さんも最初だったんです。初めて辺野古のゲートで座り込んだ。座り込みはそうですよね。ですよね。そうです。で、あのなぜかいっぱいいたんですけど、座り込んでる人たちが、市民の人たちが、僕らも入って座り込んでたんですが、みんな引き抜かれて、なぜか僕と鳩山さんだけ引き抜かれなかったっていう。それはやっぱりなぜ引き抜かれなかったかっていうとね、はい、あの引き抜かれた人は本当はやっぱり邪魔だったんですよ。はい、ね、はい。ところが我々は引き抜かれなくてもトラックは普通に入れるところに座ってたんですよ。そうかそうか。座り込みで本当はトラック入るのを邪魔しなきゃいけないの。邪魔するはずだったのに、はい、なぜか我々の席はあそこだったんですか。隣だったもんだから。じゃあもし違ったところで座ってた鳩山さんも引き抜かれたと思いますよ。引き抜かれたこと、その後引き抜かれたことあります？ないです、ないです。ないです。いやでも、そういう時に引き抜かれたり逮捕されたりする
のがお仕事な人っていて、うん、あのバートランド・ラッセルがやっぱり引き抜かれたことが逮捕されたことがあって、うん、あのベトナム反戦運動だったかな、なんか平和デモにバートランド・ラッセルが座り込んで、で逮捕されたっていうのを見た記憶がありますけど、私のあの夢でしょうかすいません、あそういうことだったんですね、お二人ご存知じゃないですか、だから鳩山さんが座り込んで、あバートランド・ラッセルみたいだなって思ったんですけど、いや、まあ、将来あるかもしれませんから、そうですね、そうだそうですよね、いやもう座り込んだ時点でバートランド・ラッセルだなと思ったんですけど、うんうん、将来あるかもしれないっていうのは逮捕されたりってことですか、うん、逮捕されること、うん、そうです、あったって、ね、それはだってやっぱり逮捕されないために座ってたわけじゃないんですよね、そう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 、うん、引っこ抜かれる気満々だったってことですね、そうそうそう、そうしたらなぜか我々引っこ抜かれないんだけども仕事が彼らにとってもできちゃったもんだから、うんうん、なるほど、座っててしまったという、それであのね、機動隊の護送車が後ろに止まって、僕と鳩山さんがちょこっと座ってて、その両脇にあの機動隊員がこのやつ立ってるのがあの赦免されて、琉球新報に載ったみたいな、あそうですでも鳩山さんのお話の方が客観的でしたね、あ そこは引っこ抜く必要がないところだったんだという、私が気になるのは、ね、トラックでかいでしょ、はい、そうすると前はトラックのタイヤばっかり見えるわけですよ、はいはい、私ちょっとタイヤ会社と関係あるもんですからね確かにその会社じゃない方がいいなと思ったらほとんどなくてよかったなと思って本当ですか、うん、すごいなどうでもいい話、その話題分かってない、 いい話、いやいやそんな時にそういうことを思うっていうのは面白いですゆっくりとおる方いや逆にすごい鳩山さんらしいエピソードかもしれな い, い, やいやすごくそれは忘れてください。いやいやいや、あのたくさんの人に言ってしまいそうです私は。あのみんなが喜ぶ話だと思いますそれは。でも本当少なかったの。まあそうですか、うん。売れてないのかなと一瞬心配にはなった。売れてない。やっぱり心配なさるんですね。さすが。あのでこれで初めてこれあのノーマラ。T シャツのお話。ノーマライズって書いてあります。後ろの方見えますでしょうか、はい、ここにそれ横はですね USJAP ジャパン US ジャパンソーファって書いてあります、ソーファっていうのは地位協定のことだそうです、はい、つまり日米地位協定の平常化というか正常化を求める T シャツです、うん、正常じゃないんで日米地位協定だけが正常じゃない、まあ、不平等条約なので、そうそうそう、圧倒的不平等条約に日米地位協定だけ、世界中の地位協定の中で日米地位協定が圧倒的に不平等なので、それを平準化しようと正常化しようという T シャツを作ってもらったので、ソファーかと思ってたんで何だと思った、ああそうですか、ソファーって何だろうと、ステータスオブフォースアグリーメント、そうかそうか、地位協定のことですね、ステータスオブフォースアグリーメント、そうそう、で、そうか、首相だと税関とか日本に帰ってくるときに税関とか通りませんよね、パスポートコントロール、首相の時は通らないですね、あ今は通ります、今は通りますよ、あそうですか、はい、で多分あのこれどうですか、成田よりもあれですね、羽田の方が分かりやすいですね、あの、うん、税関に入るとき日本人こっち外国人こっちってあるじゃないですか、ああります、ね、その中にあの、うん、ソファステータスこっちってのがあるんですよ、うん、このソファです、ああそうか、つまり地位協定の人、ね、地位協定の中の米軍の軍属とか、うん、あの兵士というのはあの税関取らなくていいんです、うんうん、基地で働く人も含めて、そのソファですこれあなるほど、うん、だいたい横田から入っちゃうじゃないですか、ね、あだけどあの、うん、あの民間機で入る人もいますんで、あ民間機で入ってもそうそういいんですか、いいです、そうそう、いやですね、いやですね、日本ね独立国じゃないってことでしょ、そうですそうです、不平等だってことですよね、うん、全然ね、すいません、だいたい
私は何が火消しだっていうの分かんないで今日ここに来たのよじゃあ説明をしないといけない 今話を伺いながら秋田さんの話で、あ、火消しってそういうことかと。そうなんです、ピースメーカーと最初に伊勢崎さんから説明されて、どんな仕事をしているんですかという、あの立教大学で伊勢崎さんが教えてて、で私がまあアシスタントというか一緒にあのちょっと教えてよっていうことで、あの一緒に授業をしてた時があって。外大ですね、立教じゃなくて。いや立教でした、その時は。あの時は立教か。あの時は立教だから、池袋のあの和食屋さんで、でこういうことやってて、今度アフガニスタンに行っちゃうんだけどとか、今度スリランカに行っちゃうんだけどっていう話をして、でこういうことをやってるんだよっていう、それはなんて言えばいい、伝わるのかな、まあ平和構築とか紛争予防って、あの大学の中では講義の名前がついてたりするしたんですけど、それだとちょっと漢字が多いし、あの人にすんなり説明できないから、なんか職業としてのニックネームみたいなものがないかなって言って、それで特にその戦争っていうのはこう突然現れるもんじゃなくて、実はもう火種としてあって、でそれが現れるんだ。私漫画大好きなんですけど、あの萩尾元っていう人が、それは火消しか火付けかっていうセリフがあって、ですごくそのセリフが好き でそれを急にその時思い出して、あ、じゃあ火付けがいて火消しもいる、世の中で伊勢崎さんは火消しとして頑張ってるんだなって思ったので、じゃあそれを名前にして、でトランペットを吹き始めた時にジャズ火消しっていうのにして、こうトークショーで音楽でやりましょうよって言ったのがもう20年ぐらい前。あ、そんな昔なの？そうなんですよ。え、じゃあ原発事故より全然前の話で。で、その、そうですか。そうなんです。そうなんです。その頃からの関係があるんですか？そうなんです。その時だから私まだ前の会社の社員だったんですね。あ、そうかそうか。それで誘われて辞めたんです。ちなみにあの電通、電通ですよね。そうそうそう。やめてよかったですね。まあそうですね。今いたら大変だったですよ。そうですね。こういう感じにならないよね。そうですね。本当に。あ、なるほど。私はね、この政治家をやってる時は、はい、こう皆さんに火つけなきゃいかんと思って、むしろね、あ、心に火をつけて、こう今の政治を変えるためには皆さんこう立ち上がりましょう、うん、みたいな感じで、うんうん、火をつけなきゃいけない役割みたいに思ってたわけですよ。なるほど。でも今まさに戦争という話になれば、はい、当然火消しにならなきゃいけないんですけども、はい、でもあの今日実はシンポジウムさっきまでやってて、はい、川内宏君なんか一緒にいたんですけど、 彼が言ってましたけど、はい、とにかく戦争っていうのは一回やっちゃうと一番 この利益の上がる公共事業なもんだから、誰もっていうか特にアメリカですよね、今回はね、アメリカとしてはやめたくないわけですよ、はい、だから火を消すってものすごく大変な話になると思う、はい、今、うん、ですから逆に今回あのウクライナの次は台湾だみたいに言われてるけども、台湾だって一回火がついちゃったら、止めようがなくなる可能性があるだけに絶対に火つけちゃダメ、ということですよね、本当ですよね、その火をつける人がいて、でなんとかそのボーボー今燃えてないのは火消しがもう暗躍してなんとか止めてるから火がついてないところもあって、でつけようとしてる人と消そう、もうつかないようになんとかしてる人がこう仕事をそれぞれしているのがもっとちゃんと見えてていたら、火消しや火付けではない普通の人たちが、まあ、火消しの方に加勢もできるだろうに、今両方見えてない状態なんじゃないかなと思いまして、まあ、あのロシアとウクライナのことは見えてしまいましたけど、まあ、はっきり、ただそのそうなる前にも止める機会が
あっただろうね。もっと言うと台湾なんかはもう今こそその火をつけさせないっていうことがすごく大事だけれど、その知恵が本当に十分凝らせてるんだろうかっていうのはいつも自問自答するところであります。うん、なるほどなるほど。でもうあの石崎さんの方がそれは先輩だから、あの先輩というのはまさに火を消す先輩として頑張っておられるんだろうけども、あの例えばバイデンはウクライナ人が一人になろうとも、要するにみんな死んだってこのロシアをやっつけるためには戦争を続けるんだみたいなことを言うわけでしょ。うん、ね、とんでもないですよね。ウクライナのために戦ってやってるっていうよりも、ウクライナがたとえ一人になろうともこのロシアの悪を退治するためには戦争はやめないみたいなことを、それが正義ぶって言ってると思うけれども、だけど考えてみればウクライナ人が一人もいなくなったって構わないんだっていう言い方でしょ。この本来このウクライナを守るためにっていう話であるはずなのに、決してそうじゃないわけでしょ。そこにこのアメリカのエゴが出てますよね。でそれをだから その、うん、難しいのは火を つけて儲かる人たちと、そうではないあの多くの人たちは火が消せてなければ大変なことになるということは分かっている人たちがいるんだけども、それが国と国との話になると超えてしまっちゃうというかね、あの超えさせちゃいけないんですよね。そう、超えさせちゃいけないんだよ。だから超えないうちに、うん、本当は日本などがアメリカに対してきちんとダメだよということを、もう私は岸田さん総理のところにバイデンがやってきて話を首脳会談やりましたよね。その時に、早くウクライナ戦争をやめさせてくださいって言ってくれれば、これはなかなかのこと言うなっていうふうに思ったんですけど、一言もそういう話なかったですよね。ウクライナを助けましょうみたいな、これで協力しましょうみたいな話だったら戦争を続けるってことですから。それじゃあ利用されてるに過ぎないですよね。完全に利用されてるし、今度はまたあの台湾の話になればどんどん武器を買わされるって話になるんで、だからこの GDP の2倍まで武器を買って、そして日本を守んなきゃいけませんみたいなことになってるでしょ。困りましたよね。磯崎さん何とかしてください。これ、まあ、鳩山さんとお会いしてこの話するのは多分初めてだと思うんですけれども、あの実はですね、鳩山さんがあの深く関われて僕が現地に行ったことがありまして、ね、それはアフガニスタンだったんですよね。でちょうど政権取る前ですよね、2009年の 前ですよね。よくね、アフガニスタンもいわゆるソ連時代にね侵略されてましたよね。で10年かけて、ね、何十万人も犠牲になって、まあ、ロシアが敗北して出てたわけですけれども、でアメリカも20年戦って、去年の8月15日に負けちゃったわけです、ね、タリバンに負けちゃったわけですね。で20年戦ったんですよ ね。で実は鳩山さんという方はこのアフガン戦争を20年とちょうど、2008年頃です ね、あの早期に終わらせる、まあ停戦って言えるかもしれません、ね、早期に終わらせるために何ができないかということで、当時民主党の議員だったあのインルズカ・タダシ議員を通じて僕に依頼が来たんです、ね、あそうだったんです、ね、そうだったんです。それで、タリバンとの政治的な対話によってこの戦争を早く終わらせる。なぜかというと20年戦って何人死んだと思います。5万人ですよ、アフガン市民が、ね、ウクライナ市民はまだ1万人いってません、ね、イラクに関してはもう20万人死んでるんですね。で停戦は無理だという人がいるんですよ、ね、やっぱりいっぱいね。あのね、停戦というのは必ずするんです。わかります。永久に続く戦争はないんです。
必ず停電するんです。どっちもね、完全勝利しない限り、ね、完全勝利タリバンが今回しましたよ ね, ね、それでも、ね、あの戦争の8年目頃、鳩山さんの首相ならば鳩山さんのイニシアチブで僕に依頼が来て、なんとかタリバンと対話できる道筋がないかということで、あの犬塚さんと2人が飛んだわけですよね。タリバンも会いに行って、大統領も会いに行って、イランまで行って、サウジまで行って、ね、で、あのオバマ政権が、できた当時ですよね。ちょうどその時 の, あのいわゆるエグゼクティブハウスですね、ホワイトハウスの横の、それであのタリバンの、アフガニスタンのなんか専門事務所みたいにできたんで、そこで話して、なんとかアメリカもその対話させるというね。でそれが2008年だったんですよね。これ鳩山さんの実はイニシアチブなんです。実は、ね、でそれってオバマさんに引き継がれたんです。これオバマさん時代にタリバンとの政治的な和解が始まったでしょ。それがどういうわけか、トランプに引き継がれてちょっと変になっちゃって、ね、でそれがズルズルできなくて、ね、やろうとしたんです。アメリカもできなくて完全敗北しちゃったわけです。でその間に5万人死んじゃったわけです、うんうん、だから絶対に戦争を早期に終わらせるという努力はどっかで誰かがやってるんです。なるほどね。そんな下り顔でね、停戦なんかできねえよなんてね、言わないでほしい。停戦は必ずするんです。それを1日も早く実現すれば人が助かる、うん、そう、ね、それだけなんです、うん、本当にお門違いなことを言うね、学者とか専門家がいるから本当困る。そう、知らないんじゃないですか、やっぱりその人たちは。そうやって、まあ、鳩山さんも忘れちゃってるでしょ、ね、タリバンのこととか。いや忘れちゃないと思いますよ、ね、私も、ね、あの伊勢崎さんに行かせて、私行ってないと思うでしょ。私も2度ほどアフガニスタンに行きました。2002年とか2000、その後2回行きました、うん、カルザイがまだ大統領になる前に行きました。それとなった後行きました、ね、で日本に対する感謝があんまりなかったですよですね、本来だったらね、もっと感謝されるはずじゃないですか、うん、でも、ほとんど感謝されてないんですよ。それで私が総理になった時はもうこのアフガンから基本的に撤退というか、こう、うんうん、あの海の上で、アメリカとか欧米の船に対して支援してましたよね。あれ救援活動ですね。救援活動、救援活動を停止をさせていったわけです。全くそのことに関しては全然カルザイは喜んでなかったですから。というか、少なくとも私はあの、ね、これ2003年当時だから、日本には鳴り物入りで海上自衛隊派遣したじゃないですか、インド洋に。そうそう、あれは NATO の作戦の下部作戦なんですよ。下部作戦、はい、それでインド洋を渡ってくるテロリストを阻止するために海上阻止作戦というやつだったんですね、うんうん、それに救援活動ということで護衛艦も含めて自衛隊出したわけですよね、うん、あれは立派な参戦国です。日本は戦争これは、うん、戦史的に戦いの歴史的に言ってね、ね、うん、日本はもうこれすでにアフガン戦争に参戦したんです。だって護衛艦までやったんだから、ね、うん、ところがカルザイ知らなかったんですよ。知らなかったんか。そうです。通りで行った時に全然ね、そのことに対する評価も何もなかった。そう、あ、でもそれわざと知らせてなかったってことですか。ちょっと知らない。だって知らない。だってインド洋じゃん。インドアフガニスタンは海に接してないからね、うん、ね、うん、でこれで鳩山さんが来られて、いろんな要人が来れるじゃないですか、うん、話するじゃないですか。カリさん、うん、本当みたいな、知らないよね。それでアフガン日本大使館の大使等々も我々は慌ててね、うん、カルザイに説明しに行って、日本は戦争に参加してます、ちゃんとみたいな、ちゃんとそれで感謝状を書かせたんです。あ、そうなんだ。ああ今明らかになる。日本であれほど鳴り物入りでさ、ええ、ね、反対運動も起きたじゃないですか、うん、
ね、ね、ギャギャ騒いだのに党の当事者のカルザさんが全然知らなかった、うん、それはその時聞いた記憶もあるけどなんかアンビバレントなんですよ。伊勢崎さんがやることいつもアンビバレントだからその反対反対って反対もしつつでもやってるんだから感謝状っていう両方一緒にやんなきゃいけなくて結構混乱してなんかどう思うみたいに言われることがあるんですけどちょっと微妙ですよね。であのちゃんと戦争してるんだから認めてくださいって言ってるようなもんです。それを国民に言ってないっていう国民にはな参戦してますよってなるべく言いたくもないけれどでも事実はそうだしみたいなでも後から言うかみたいな、うん、それで混乱するんです。それは知らなかったけども少なくともだから私は日本がやってることに対してカルザイが大統領になった後だと思いますけど、うん、もっと感謝するかと思ったら、うんうん、一切そういう言葉はなかったんですよ。ですね、あ知らなかったんですか。いやいやいや。伊勢崎さん知らないですよって。だから私はそのこと自体がもう必要もないからって辞めさせたんですけど、辞めさせなくてよかった。辞めさせる必要なかったの？いやあれは最初からおかしいですよね。おかしいでしょ。だって小泉さんがなんか、うん、あのね、うん、あのブッシュさんってあてエルビス・プレスリーの真似して、うん、あのね乗りで決めてきちゃったじゃないですか。醤油はフラッグでしたっけ。そうだってあれはっきり言ってあの外務省にも練り耳水だったんですよね。勝手に決めちゃったんです、ね、小泉さんが勝手にやったスタンドプレー。でその力はある意味結構すごいなと思うんだけど、うん関心しないしないっていうか出すべきじゃないですよ。だってそれは NATO の作戦ですよ。 NATO 加盟国でもないのになんで NATO の作戦に参戦するんですか、うんうん、おかしいでしょ。そうだよね。本当そうなんだよね。だからやめさせてくれてありがとうございます。いやいや、うん、なるほど。ややこしいですね。本当ややこしいこれ、うん、でもややこしいけどだからやっちゃいけないことでやったんだけど、やってる分にはやってることを大統領が知らないのもおかしいよねっていうことだから、やってることを知った上でそれでもやめますよって言ってやめたっていうことですね。やめたことも知らないのかな。あそうかも。畑山さんそのおっしゃる通りですよ。だからあの日本人の感覚はあの多分あの戦争に参加したっていうね、うん、気持ちはないでしょう。ないと思いますね。日本人にはないですね。あまり知られてないし、うん、マスコミもそんなにいっぱい書いてあるわけじゃないから、うん、書いたわけじゃないから、うんうん、だからあの日本人政府は その言葉を参戦したと分かってるから、去年8月18日にカブールが陥落した時にタリバンにが勝利した時にアメリカと一緒に日本も逃げたわけです。NATO 諸国、アメリカ、全部大使館閉めて逃げたわけです。今、伊勢崎さんの頭を締めてるのは、その後の不手際の方が大きいんです。それでいつももうこう、ね、あ、不手際っていうのは、要するに一緒に働いてた仲間を置いてきたっていう、その見捨ててきたからひどいじゃないかって、そのアフガニスタン人のスタッフを置き去りにして、日本だけ命の危険にさらして、でシャーシャーとしてるっていうかノーノーとしてるっていうか、そんなんで悪いのみたいなのが続いてるから、伊勢崎さんものすごい今怒っててそれについて、で未だにその大使館員だから日本政府のスタッフなわけじゃないですか。日本人じゃなくったってアフガニスタン人のそう日本政府のスタッフのことをあのただないがしろにするだけではなくて、子どもの教育とかその身分保障とか生活日々の生活とかに全くノーケアなばかりか、早く国に帰れって言って意地悪するような状態らしくて、で人権侵害がひどすぎるっていうのですごい怒ってるんです、うん、すいません私が話すことじゃなかったですね。伊勢崎さんが話した最後に日本人を返すのはどこの飛行機に乗ったんでしたっけ。あれは、あれはですね、カタールとか、軍用機で、うん、日本人というか民間人いませんからね。あ大使館員と JICA 職員ですよね。あそうですよ ね, あの法人、法人救出すべき法人はいなかったんです。ああそうか、いなかったですよ、ね、ですあの国連職員とか、まあ、あの赤十字は別ですよ、うん、あの人たちは 別の話ですからね。だから民間人はいないんですよね。あの、まあ、若干1名、うん、あの安井さんという女性の一人乗ってきたってことですか。そうです、そうですね、うん、僕の昔からの友人ですけれども、うん、で、日本政府がやった信じられないことはまず ね戦争に参加してないって皆さんが思うならば、ね、うん、なぜ大使館を
閉めたんだってなぜ言わないのか。だって中国もロシアも戦争してないでしょ、アフガニスタン、うんね、だから大使館閉めなかったわけですよ、通常営業したわけです、うん、あ、なるほど。アメリカと NATO は負けたから、うん、逃げる必要ない、逃げたで中国とロシアは逃げる必要ない、ね、もし日本が戦争に参加してないというふうに国民の意識があるならばなぜ逃げたんだって言わない、うん、で逃げたんです日本人だけ、アフガン人ほっといて、ね、考えられない、逃げないとやられるぞっていうようなイメージがありましたよね、うん、それはそうか、アメリカと一緒に思われてるからという、やっぱ戦争に協力をしているという、うん、ああそうか、なるほど、あ、そうか、中国などは大使館そのままなんです、その通りです、これがなんかねやるせなくて、まあ、政府が頭にくるけれども日本社会全体に頭にきてて、やっぱり憲法9条をいただいて、もしね誰とも喧嘩しないっていう自害、ね、気概があるならば、なんで逃げるんだって言わなかったんですか。確かに、ね、確かに締める必要ない、タリバンともやっていければいいじゃないですか、でしょ、でも逃げたんです、日本人だけじゃなくてみんな逃げたんです、でも日本人だけが日本人だけ逃げたんです、うんうん、だから頭にきてる、何かだけど我々も私も含めてですけども、 みんな逃げたというふうに思われてますよね、だからみんなと一緒に逃げたんだ、何が悪いのって感じ に思ってましたよ、ね、うん、で、アフガンの協力者、アフガン人の協力者たちはどうするのだっていう世論が全然来なかったんです、政治家も全然、野党も与党も、だからびっくりしちゃったんです僕、8月15日に。そして自民党の知り合いの議員に掛け合って自衛隊機を送ったんですよ、なるほど、そういうこと。で僕はそれまで自衛隊機は送るなっていう立場だったんですよ、でまさかこんなことすると思わなかったから、日本人が、アフガン人どうするんですか、協力者たち。ある種その参戦の代償というか、参戦するんだったらそういう覚悟がないといけないのに、なくて参戦したもんだから、うん、いざっていう時に逃げる時なんか中途半端でそのスタッフを置いてきちゃったっていうことなんじゃないですか。そうなんですけどね、ちょっとこの話すると暗くなるので暗くなるというか、あの過去の話だから手が届かないように思うかもしれないけど、でもそうではなくて、じゃあどうすればよかったのか、で本来であれば参戦するときにもっと自覚的に、ここで参戦したらその後どうなるか、もしかしたら負けるかもしれない、参戦してアメリカは強いだから負けっこない、アフガニスタン相手だからと思って賛成したのかもしれないけれど、でも負けたわけですよね、負ける時のことをシミュレーションしてなかったわけですよね、つまりは、でも何だってあり得るわけですよね、そういう戦争とか、だからまあちょっとあれですよね、せっかくですから、あの皆さんもでもあれ、アフガニスタンに関してはこの米軍は撤退したけれども、それは撤退するのが正しいんだと、別に戦争に負けたから撤退するんではないんだと、もうこれ以上戦争するのはいかがなものかということで打ち切って、米軍は帰ってきたんだというふうに 思わせてますよね、少なくともね、誰が思わせてる、だからアメリカが負けたって えって感じじゃなかったですか皆さん、でそっか、だから そこのところから認識自体を違うように導いてきてるんですよ政府は、あるいは政府自身も知らなかったっていうわけでもないと思うんですけど、あのなんていうのか、今あのほら、ロシアが手こずってるでしょ、あんな強大に見えたロシアが手こずってて、ね、ロシアってだらしないじゃん、わーわーってね、それは僕はロシアがやったこといけないと思うけれども、それってねちょっと考えていただきたいですね。ロシアは一国で
戦ってるわけですよ ね。もちろん戦を始めたことって間違ってると思います、ね、だけどアフガン戦に関しては NATO プラスアメリカですよ、ね、でタリバンというのは軽武装のゲリラ集団ですから ね、地上最強の軍団が負けちゃったんですよ、ね、ロシアが、ね、あのタリバンに比べたら、ね、近代兵器もいっぱい持っているウクライナ軍に手こずるのは当たり前じゃないですか。それ、力がより均衡してるんですよ。均衡してる、だから戦争が長引いちゃうんです。この戦争はね、言いたくないんですけど長引くでしょう、多分でしょう ね、 ね、だけど諦めない、一日でも早く停戦をさせるってこと、ね、停戦はいつかするんです。でも何年先かどうか分かんない。なるべく早く停戦しないといけないってことですよね。あの鳩山さんあれ言ってきたばっかりですよね、あの韓国にねその話を伺いたいね。あの38度線に落ち着くまで今から70年以上前ですよね、まあ、3年かかったわけですけども、それ停戦が言われ始めて3年かかったんですね。それで38度線に落ち着いたわけですけど、その間に何十万死んだわけですよ ね。だから韓国人ほど停戦の重要性を分かっている国民はいないと僕は思ってるんです。映画もいっぱいできてるし ね。あ、だから今回ね、あの停戦を求める歴史家たちが立ち上がったじゃないですか。お話しましたよね、あの、和田春樹先生とかが立ち上がってくれたんですけども、あのそれに賛同した同数の学者が、韓国の学者が賛同してくれました。素晴らしいね。やっぱり彼らはあの停戦の本当に重要さ、これ1日長引くと本当に100、200、ね、1000単位で人命が失われるということを知ってるわけですよね、うん、今のそのそれは北朝鮮の話ですよね、で休戦にはなってるわけでしょ。そうです。休戦と停戦ってのはやっぱり大きく違う。あの停戦、普通ね、停戦というと、ね、まず銃武器を置きなさい、停戦、ね、でそれからロードマップを考えましょう、ね、領土問題であるとか、戦争犯罪をどうするかとか、ね、ある意味暫定的な棚上げするわけです、ね、でもロードマップを決めるわけですよ ね。でやっぱり想定としては 2,3 年にそれは型がつけつかしたい。特にあの戦争犯罪法廷とか開くの時間かかるじゃないですか、ね、数年かかるわけですよね、そういう想定でいくわけですよね。だけど韓国の場合は、はい、それが ほとんど半永久化しちゃったわけです、なるほど。それを休戦状態っていう、なるほど休戦状態ってどういうことですか。休戦です。アーミスですって言いますけれども、停戦がずっと長、停戦中が休戦、停戦が 半状態化しちゃった状態です。ロードマップっていうのはじゃあできてないでしょ。そのできてないですね、その戦争犯罪を問うとか ね、ね、だからもう棚上げが本当に棚上げ状態になるんです ね、うん、だけど、ね、目立って打ち合いはしてないわけです。してないでしょ。そうそう、してないですよね。だから人が死んでない、ね、そんなに死んでないね、でそれを良しとしなきゃいけないわけです、だけど休戦はなるべく避けたい、シーズファイヤーにしたい、シーズファイヤーを講和にピースに、ね、定着させる、定着させる、私がむしろ伺いたいのは、このトランプの時にはトランプ自身がこう北朝鮮の中入ったじゃないですか、入りました。あれ画期的だったなと思うんですけど、ああいう むちゃくちゃな発想かもしれないけれども、もう今までの歴史的な経緯とか米軍としての権威とかそういう話は一切なくして、 とにかく何かこう やろうじゃないかっていう気概というかですね、それがあったからあそこまで行ったと思うんですよね。でも途中からこのトランプ自身も引いてしまいましたよね。さらにこのバイデンになると、その本当に休戦を停戦というか完全な終戦にしようという方向に向いてないんじゃないかというふうにも思うんですけど、どうなんですかそこは。トランプ時代に始まっ
これ実はカーター政権から実は始まってるんですけど、うん、アメリカは軍は縮小してるんですよね、実は朝鮮半島から。ああそう、はい、なるほど。で一応トランプ政権の時に結構加速しました、うんね、それで指揮権の譲渡も韓国側により進みまして、うん、あそうなんですか、はい、あご存知のように今平和時の指揮権は韓国軍が持ってますよね。あそうですよね、はい、それは日本と一緒です。全然違います。違う。それは地位協定ってことですね。日本は指揮権の話は自衛隊はしません。しないの？あ、全部アメリカにあるから。アメリカの部品ですから我々は。部品、いや寂しいこと。いやいや。でも戦時になったら当然アメリカがって話だけども。それも戦時にならない限り。でも韓国は歴代の大統領の、ね、政権というのはその戦時の指揮権さえアメリカ軍から、ね、奪うってことがやっぱり至上命令だったわけです。なるほど、ね、で平時は取り返したわけです、うんうん、これすごいことなんですね。日本はそういう発想ないですから、うん、発想っていうか話し合いが全然進んでないってことですよね。指揮権の話しますしました、ね、話してないってことですね。そうです。話にもしないってことですよね。でそれはやっぱりでだって一旦米朝開戦になっちゃったら戦場になるのは韓国ですから ね、そんなに勝手なことしてもらっちゃ困るわけですよね、うん、だそれがやっぱり歴代政権の至上命令だったわけですよ ね、うんうんうん、ね主権意識が非常に強い国ですからね。だそこは日本はちょっと見習ってほしいですよね。それは文在寅政権であれ、うん、今の尹政権でありその前のパク・クネとか、うん、どの政権でも同じ、はい、僕はそういう理解です。日本も、うん、日本にいる米軍は勝手にしてもらっちゃ困るっていうことを言う人がもっと増えなくちゃいけないってことですよね。それだって増えればなれば普通の感覚なんですよ。それがなぜかというと戦場になるのはアメリ、ね、海の彼方のアメリカ本土じゃなくてここなんですよ、ね、そうですよね。だから米軍が勝手にドンパチ始めるとかそういうことをやってもらっちゃ困るそうって思わなきゃいけない、うんけど思いもしないし話題にもなってないからせめて話題にしてそう思う人が増えるようにしないといけないってことですよね、うんうん、今は、うん、まさにそうなんだけどそこが難しいのは例えば、はい、この台湾有事だと言い過ぎると、はい、言い過ぎるとそのアメリカとしてはっていうかだから敵基地攻撃だとかですね、はい、そういうこう勇ましい議論がむしろ花が咲いてきて、はい、そうなるとやっぱりアメリカの武器を買いましょうよっていう話にどんどんなって入っていくわけですよ、はい、そこをだから あんまりこちら側が変に挑発するべきではないと思うんですよね。なるほど、逆に利用されてしまうってことですね、うんされる可能性あるでしょ。いいよ貸してあげるよなんてアメリカが譲られちゃったらもっと主体的にコミットしなくちゃいけなくなってしてしまうかもしれない。それ逆に危ないかもしれない、うん、あれですね、お連れしたいところがありましてね。あどこですか。トイレトイレさんこういう状況鳩間さんらしいジョーク。あのですね、ノルウェーに一緒に行きませんか。あいいですね。ノルウェーってご存知のようにNATO の創立メンバー、うん、一番古いメンバーの一つなんですよね。で冷戦時代は唯一 NATO 諸国の中でソ連と接している唯一の国だったんですよ、うんうんうんね、で国境に接している地域っていうのはロシア語をしゃべるでもね、ケルケネスっていう町だったかな。その国境町があるんですけどね、うん、そこには赤軍のロシアなんですよ、あ、うん、それは、ね、赤軍のね兵士の像が立ってるんですよ、うん、つまりそこの地域の人にとっては、うん、赤軍ソ連の赤軍っていうのは、うん、ナチスドイツから解放してくれた英雄なんですよ、うんうんね、だから姉妹都市みたいにあっち側のね都市ともずっと交流があるし、うんね、ありがとうっていうのを忘れないために銅像を作ってるってことですね。それが NATO 諸国なんですよ、うんね、同盟国なんですよそれが、うんねうん、もちろんこの雰囲気って変わりました。2014年のクリミア侵攻以来で今回 の, ウクライナ戦で非常に世論が変わってます。そうですよね。でも
その国境の方と、うん、あの首都の方のやっぱり政治的な温度差がありますよね、うん、やっぱりあの東京と沖縄が違うように、うん、なるほどね、分かりやすい、ね、今度そこ行きませんか、うん、いいですよ、はい、あ お金出してくれるじゃあクラウドファンディングしましょう冗談冗談、いやいや冗談でよかった、まあ、今度こそはちゃんとしたビジネスもしくはファーストクラスで行きたいですね。いや別にファーストクラス前回、はい、あのね、民主党のお金で行ったんですよね、はい、ね、すいません、あのエコノミーで 僕とあの、あの犬塚議員エコノミーで行ったんですよ。民主党の決まりだったんですよ、その時、はい、民主党員は、うん、ケチケチ議員はみんなエコノミーっていう決まりだったんですよ、うん、全員党首もエコノミーでしたよ。ビジネスで行くからビジネスクラスがあるわけで疲れる、まあ、小沢さんがちっちゃかったからっていうのもあるかもしれない。八田山さん大きいから、いやその時はすいません。いや、ノルウェーはいいですよ。それ行きましょう、ね、であれば、はい、そうですよね。あそこにあの有名な平和学のね、あの、オスロ、国際平和研究所もありますし、そこで講演してもらうのも構いませんし。ガルトゥングなんかいるの。あ、つながりがあります。つながりがあります。ます、はい、うん、ぜひお願いします。でこれ重要な時期なんで。でこのまま別にね、ロシア引きって僕ロシアに金もらってるわけじゃないですね我々、うん、何言って本当にね、うん、失礼したよ ね、うん、ねだけどこのまま、ね、うん、エスカレートしていくと、うん、世界大戦になった時に、ね、真っ先に戦場になるのがノルウェーであり、うん、ね、その近隣国であり、もし台湾有事で真っ先に有事なのはアメリカ本土じゃなくて我々なわけですよね。じゃなくて日本ですよね。それも日本の中でも沖縄なわけですよね、うんうん、これを何とか考えなきゃいけない、うん、まあ、沖縄にとどまらないですよ、うん、首都だって危ないですよ。危ないですよね、うん、本当の戦争になれば当然首都の機能を狙ってきますよね、うんうんうん、だからそうならないようにしなきゃいけないというのは今でもありませんし、そのノルウェーだけでいいんですか、その北欧の4カ国。あのノルウェーとアイスランドも行きましょう。あ、アイスランドね。アイスランドもあの NATO の創立メンバーの一つなんですよ。あのちっちゃな国ですけど、ね、美しい国ですよね、うん、らしいです ね、だけどいまだに強力な NATO 加盟国ですけれども、一度今から10年ぐらい前に、うん、あそこもね、あれですよ、不沈空母と言われてたんです、ノルウェーという国も。あ、ノルウェーじゃなくて中曽根さんに言われたの。いや、アメリカと NATO 諸国にとって不沈空母、あそこに重要な基地があったんですよね、アメリカ軍の、うんうん、ね、分かります。でそれをね、10年ぐらい前に全部撤退させたんですよ、うん、あ、大したもんだね。じゃあ国防どうするかって時に、どうしようかって話になって、うん、まあ、ロシアを刺激しなければ国軍もいらないんじゃないっつって、国軍もないんですよ。本当、いやいや、ちっちゃな警察隊みたいなのがありますけれども、あ、その海上保安隊ですよ ね。だけど軍がないんですよ。うーん、人口どのぐらいでしたっけ。ね、数百万、あの杉並区、確か杉並区と同じ。あ、そうか、杉並区頑張ってるな、うん、すごいな、それも、あの、本当にいまだに NATO の重要な加盟国なんですよね。だからアメリカの同盟国なんです、うんうんうん、警察隊しかいないのに。そうそうそう、であってもそうだね、うん、つまり意見が尊重されるってことなんですね。とにかく、あの、彼ら国防の問題としてね、ね、うん、刺激しないのが一番の国防の手段だって分かってるわけですよね。うん、いつも言われるの、脅威というのは能力かける意図だと、ね、相手が脅威だというふうにこの思うのはやっぱり能力においただけではなくて、意図があるから脅威になるわけで、はい、意図をなくさせばいいわけですよ、はい、で私がいつも東アジア共同体みたいなことを言ってるのは、はい、中国とか北朝鮮にしろ韓国にしろ、はい、意図をなくさせてしまえば、こちらが能力はそんなに持たなくたって大丈夫なわけですよ。脅威じゃないと、うん、あの 敵じゃない相手の、うん、能力がいくらあろうとも意図がなければ脅威ではないんだと、だから相手の脅威を減らすためには能力を減らさせるんではなくて意図をなくさせるように努力する
そういう努力をですね、私はそれを抑止力って言えと言ったら、抑止力ってのはやっぱり違うんだという言われ方をしておりますけど、はい、ある意味で広い抗議の抑止力になると思ってるんですよ。なるほど、その意図をなくすさせる努力をする、意図をなくさせることができるんだっていう確信をみんなが持つことができたら、うん、それは仲間成功したようなもの、アイスランドができてるわけでしょう、ね、そうですね、その実態をね、アイスランドでさえもジレンマがあるはずです。だってやっぱりクリミア侵攻があり、2014年の、ね、今回のウクライナ戦があり、やっぱり国民世論もね揺れるわけですよね。でそれがもっとやっぱり、ノルウェーでさえ揺れちゃってるわけです。特に今 NATO の事務局長って 元ノルウェーの首相なんですよ。今元気、一番元気だ、ね、だけどやっぱり地域によってそれだけ温度差があるし、やっぱりロシアと接しているところっていうのはより慎重なわけです。刺激してもらっちゃ困るよみたいな、でそういうことを考える学者のグループもありますけれども、そういう人たちが今非常に発言しにくくなっていることは事実です。だから今元首相経験者とかが行ってね、日本の問題を投影しながらちょっと元気づけなきゃいけないんですよ、彼らね、元気づけるよりも元気もらいたいぐらいですよ ね、 ですよね元気が増えるようにお互いエールを送り合って増幅していかないといけないってことですよね。そうだろうね、ですね。じゃあ次一曲やりましょうか。一曲お願いします。はい、この曲は何を何私が言ってるの、ですね、セレニアス・モンクの曲をやりたいんですけど、その曲に入る前に波多山さん、もしね、ちょっと失礼な言い方かもしれないけど、お亡くなりになられて、お亡くなりになった後国葬してあげるって言ったら どうします？その可能性ゼロだけども全然いらないよ。いらないね。いやそれいらねえよっていう曲やります。ウェルユーニードンっていう曲やる。これまさにいらねえよっていう曲です。いいねいいね。
じゃあ5分休憩します。いらねえよ、いらねえよ。ビクトル・ハラという人が作曲した平和に生きる権利。ビクトル・ハラというのはご自身が作曲して歌う。で彼は殺されちゃうわけですけど。なんで殺されたの？政治家なんですよね。チリの政変で。政変のところ。アメリカが バッキングした、支援した軍事クーデターが起こったんですよね。でそれでそれに抵抗するためにこの歌で民衆を抵抗
したんですけど、その民衆と一緒に虐殺されたっていう、ねね、アメリカの軍事政権ですよね。でその時の、戦争犯罪は未だに裁かれておりません、はいはい、ビクトル・ハラーを殺した虐殺した司令官も名前は分かってますけれども、はい、問われておりません。問わないといけないんですよね、はい、でも議題としてはあるわけですよね、問わないとっていうのは。そうあります、宿題として。だから戦争において、うん、そういう犯罪が問われることまずないでしょう。いや、あります。ありますか。たくさんありますか。たくさんというか、手間がかかります。例えば僕が密接に関わったね、シエラレオレというアフリカのちっちゃな国なんですけど、 あそこでも大戦が起きて、8年間で、ね、5万人死、5万人ですよ死んじゃったんですけどね。でその戦犯法廷は開かれました。でつい数年前にそれは決心したんです、ね、で15年かけて9名戦犯、9名、それであれだけの時間をかけて、あれだけの金をかけて、それが国際司法の限界です。でもちろん実際に手を染めた人ってのはもっといっぱいいます、実は。そうでしょうね、数百人レベルで、特に司令官レベルですよ ね、うんうんうん、実行犯でなくて司令、それを命令した人間っていうのは、でも全員は裁けない、それが限界なんですね。なるほど、なるほど。人を殺しといて救命っていうんだからおかしいよね笑っていいのかどうかすごくためらいますけれど、それは冗談としても、でもいや、まあ、東京裁判もありましたけれども、なかなかこれは戦争には勝った方が全て許されるわけではないでしょ、本来は。違いますね、まあ、勝者の裁判というのは東京裁判ですよ ね、うん、そうですよね。 ああいったケースは戦後ないんですね、あんまり。だいたい停戦、痛み分けで、もう本当疲れて何も壊すものがなくて、それでも国連を中心として停戦を1日まで、1日も早く実現するというをやっても、やっぱりそれだけ伸びちゃって、でもいつか停戦するんですよね。でそこで時間をかけて、また時間をかけて、ご存知のように国際司法も日本の普通のね刑事裁判と全く同じ仕組みで動きますから、例えば推定無罪の原則っていうのが貫かれてるんですよね。あるんですか。あります、うん、そっちの方が強い。ジュネーブ条約、ローマ規定、全てにおいてこれが謳われております。何人も法の、決定が下るまでは無罪である、無罪であるということですね、うん、本当なんですよこれ、国際司法の方が厳しいんですよこれ実は。で弁護人も、日本でも厳しくしないといけない、日本で甘いのがおかしい弁護人もつきますね、先輩にね、います。まあ、推定無罪って言われるとそれはなかなか抵抗しにくいけども、まあ、でもね、一人を殺すと犯罪になるけども、たくさん殺したら許されるという、それが戦争ですよね。でも戦争が終わった時にね、やっぱりいっぱい殺すことを命令した人間は裁かれてます。あ、そうですか。時間がかけ、旧ユーゴの戦犯法廷も、ルワンダの戦犯法廷も、僕が関わったシエラレオネの戦犯法廷も、こんだけ時間がかかりましたけど、全部は裁ききれませんけれども、やりました。でじゃあ他の人はどうするのかというと、やっぱり他のメカニズムで代替しようとするわけですね。それが真実と和解といって、ね、許すけれども真実を語れとやったという、基本的にそれで許すんですよね。でもトップの連中は裁くという。戦後のその裁判というか戦争犯罪を裁くんだ、で 100% 裁けないけれど、でもそれをもうちょっとでもちゃんと裁こうっていう、そういう流れにはある、ちょっとずつマシにはなってきてるっていうことですよね。そうです。だそれで、もう一つね、戦争犯罪で、問題はね、証拠の保存なんですよ。なるほど。例えば遺体とか、そういうものをちゃんと保存して冷凍しなきゃいけないんです、冷凍して、油圧モールなんかまさにそれが問題、熱いでしょ、
ね、で腐っちゃうわけですよね、うん、で戦犯法廷っていうのは時間がかかるわけですよ。あ、じゃあ司法解剖みたいにするってことで、ね、証拠何が死因なのかっていうことを調べるんですね。だから今あのウクライナでもブチャあの、ね、虐殺とか虐殺が行われましたよ。確かに ね、うん、ね、一番やんなきゃいけないだからやってるわけですね。あの、ICC とかそれとかあの国連の人権委員会とかやっぱりその証拠とかすると証言ですよね、うん、やっぱ証言も長く経っちゃうといろいろほら、うん、あの記憶が曖昧になるから曖昧になってきてやっぱり政治的な圧力を受けるじゃないですか、うん、そうじゃなくて一番早い段階で証言を集めるということですね。それを面もてやってるわけです、ね、だからそれと主団体やっては調査をやってるんで保存もやってるんですけどもその表向きの声明としては、ね、The things amount to be war crime って言ってで、戦争犯罪になる可能性のある事件があったっていうことを証拠固めしてるわけですね、うん、あくまでもそういう言い方するわけです。だからプーチンは戦犯だとかそういうこと絶対言いません、うんうん、じゃあ例えばアフガンにおいてアメリカが負けたと、うん、まあ、勝った負けたは別としても、うん、それは本来裁かれるべき人は裁かれないといけないよね。そうです。だから歴代の大統領は一番裁か、これ本当に真面目に言うんで、アメリカの歴代の大統領が一番戦犯ですから。そうでしょ。そうです。裁かれますか。でも裁かれないでしょ。だってですよ、ね、原爆落としといて我々文句言ってないじゃないですか。でもそれも戦争犯罪だって言い続ける言い続けてる人もいますしね。そう、うん、戦争犯罪だといえば戦争犯罪だ。ただその戦争犯罪のに批准していない、批准したけど取り消したという過去があるのがアメリカという国だから、それをずっと言い続けるっていうことですよね。難しいです。本当戦争犯罪の認定とかあとジェノサイドですね、これを認定するには時間がかかります、ね、でブチャに関してはあれですよね、戦争犯罪が行われたことは確かです。発生したのはね、それは果たして本当に現場の兵士がやっちゃったのか命令されてやったのか、そこを見極めなきゃいけないですね。じゃあそうだ ね、 ね、うん、で命令されたとしたら どこのレベルの指揮者まで上がるのか、一番頂点にプーチンさんがいるわけですから ね、うんうん、ね、それと戦争犯罪っていうのは侵略者であろうが非侵略者であろうが、ね、同等なんですよ。ね、戦争犯罪をの起こさしちゃいけないっていう責任、それを避けるっていう責任、ね、それを追訴訴追される身分というのは平等なんです。これ恐ろしいでしょ、冷たいでしょ。だからこれが現実なんですね。だから証拠が本当にどっちが発生、ね、撃った弾なのかってことをちゃんと調べなきゃいけないし保存しなきゃいけないし、でジャーナリストも政治家も判事じゃないんです。我々僕自身もそうだし、だから誰が先犯だって言う権利はないんです。誰も、うん、誰も。でそれは三面記事的な記者が言うのはそれはしょうがないですよ ね、うん、だけど責任あるメディアの記者であったら何人も、ね、推定無罪の原則を破る権利はないんです、うんうん、すいませんこの話だってでも今歴代のアメリカ大統領が戦争犯罪者だって言っちゃったじゃないですか。言っちゃったっす。あ、いつも言ってます。言ってます。いつも言ってます。で僕はだからあれですよ。あの鳩山さんの身分で言っちゃダメですよ。うん、そう。僕は平気かもしれない。いや言いたいけどね。はい、いや言うのは自由ですけど。いや元首相言っちゃいかんです。伊勢崎さんがそう言ってたっていうのは自由ですよね。そう、はい、そういう形で。だから、はい、ね、アメリカが関わった戦争の戦争犯罪を裁かなきゃいけないっていう言い方は政治的。ああ、そうですよね。それは重要ですよ ね、うん、ね、アフガニスタンのイラクのってことです、ね、そうですよね。でも歴代の大統領が先輩だって言っちゃいけません、うん、絶対。いや聞いた話ではバイデンがこの間サウジアラビアに行きましたよね、うんうん、そこでロシアに対してあいつらひでえやつだからと言って、うんうん、ロシアに対する非難をいろいろ言ったときに、うん、サウジアラビアの多分皇太子だと思いますけれども、
そのあなた方にはそんなこと言う権利があるのかと返したみたいですよ。その皇太子にも言う権利ないですよ。そういろいろね。だってあれジャマル・カショギ、有名なあれですね。あれ斬殺して死体どこに、多分小判切りにしてトイレに流したんじゃないかなと。トイレに流したんじゃなくてテーブルの上で小間切りにしてしまって袋にっていう話まで明らかになってますけど、誰もこんなこと言う権利ないですよ。まあまあそうですよね。確かに、でもまあ返したっていうことですよね。だからいや、私は日本の総理だったらそのぐらいのことを言ってもらいたいと思うわけですよ。だけど、あれ、一旦総理になっちゃうと難しいでしょ、言うの。確かに難しくない人もいる。だいたいね、だいたい合わせてくれないっていうかね。その辺を聞きたかったんですよ。合わせてくれないっていうのはどの合わせてくれないの感じなの。いや、辺野古の問題なんかでね、いろいろあったときに、私としてはもうあのオバマ大統領に直接会って、本当はきちっとこちらからの私の思いを伝えたかったわけですよ。でもそういうのは わずか最後は10月に会った、あとは最後は3月かな、4月だったかな、に一度5分間会っただけですよ。しかもそれも会議の前にみんな待ってるところで2人だけでそう話そうと言って、4、5分会議を遅らして2人で話をしたんですけど、でそのぐらいの時間しか、多分外務省の役人がこの2人でトークさせる時間をできるだけ減らしたと思います。これはやばいとか思ってたんでしょうね。本当はそんなのに負けてはいけなかったんだけども、そうですね、結局それでそういうのに従ってるうちにこっちが辞めちゃったもんだから。でも今でも遅くないですよ。今でも遅くないですよ、今からでも。これから、生きてるからまだ、まだ生きてますよね。オバマさんも生きてるし、鳩山さんもまだ生きてるし元気だし、まだ、まあ、しばらくは生きてるつもりです。まあ、こういったあの公衆の面前で約束させちゃうのは、あなたのところ何を約束させようとしてるんですか。こうしましょうよって言って、はいって言ったらやらなきゃいけないじゃないですか。そんなことないけど、いやいや、バイデンさんぐらいのファジーな感じで、だけど試しに言ってみられてはどうでしょう。元首相経験者、首相経験者で、オバマさんも大統領経験者で、話していただきたいですよね。で、地位協定に関してはね、一言だけでいいんです。一言だけ。一言。はい、で日米関係をより安定化するために、安定ですよ、安定したいでしょ、本当は出てってもらいたいですけど、僕もね、本当はね、そう思うでしょ思いますね、でも安定するために、ね、地位協定を互恵制にしましょう、レシプロシティって言うんですけど、法的な対等、つまり許可制にするわけですね。これはフィリピンでもアフガニスタンでもイラクでも NATO 諸国は全て互恵制なんです。今流行りなんですね、レシプロシティっていうのは。レシプロシティ、例えばそれは日米安保も互恵制っていうか、レシプロシティにしようっていうことも主張していいですか。そうです、レシプロシティは対等なんだよってことは、どういうことかというと、自衛隊が行ったら同じことをやるんだよアメリカに、ね、だからそういうことは我が国でしちゃいけませんっていうことになるわけですね。つまり全てこっちの許可制なんです。で今レシプロシティを求められたら、アメリカは嫌って言えないんだ。言えるわけない、だって他の国全部そうしてるんだから。日本だけがただ言わないだけだから放置されてるけど、日本からも互恵制にしようねって言われたら、アメリカは日本だけ嫌って言えないんですって。みんなに OK って言えないはずない。それを日本側から一度も出してないってことですね。そうなんです。ですよね。それが一番の問題ですよね。そうなんです。私の時も地位協定を変えるために努力してくれという話は役人には言ってるわけですけども、帰ってくる話はそれは変えることは難しか無理でしたとか帰ってくるわけですよね。役人を通さないのが正しい。そうなんだよね。だから直接やらなきゃいけないなと思ったんですけど、直接やる機会がないままやめてしまったというか、そういう話になっちゃったんですけど、オバマさんとそれに盛り上がった、オバマさんのノーと言わないはずですよね。それ本当に逆に言うと、自由がなくなるってことは、事故が起こった時にね、
ね、ある意味ク、うん、クッションになるわけです。つまり、うん、反米意識がガーッて高まるのはアメリカが一番恐れるわけです、ね、なるほど。でも、うん、事故が起きても法的には対等なんだよって言えば、うん、一つの干渉剤になるじゃないですか、ね、そうやって他の国はこの自由なき中流っていうのを実現してきたわけです、うんうんうん、アメリカがいるかもしれないけど許可制であるということ、うん、勝手なことできない。安全基準も全てその国の安全基準に従う。学校の上も飛べないし小学校の上もアメリカ軍は飛べないし、そういうことですよね、うんうん、横田空域も一瞬にしてなくなります、うんうん、地位協定だとそこはできるかもしれないんだけども、例えば日米安保条約の場合に、うんうん、このいわゆる偏務制か総務制かってあるわけじゃないですか、うんうん、だから総務制、うんうん、でアメリカ本土がやられた時に日本が助けに行きますよって言っていいですか、そう簡単に、うん、そこはできないことはできないというわけですよね、うん、言わなきゃいかないでしょ、いかない、ね、でその国々によって事情があるわけですから、うん、そう、ね、だけどそれが総務制だということじゃないですか。だけど対等になれば、うん、対等になれば言いたいことを言えるわけです、うん、自由がなくなるんだから、うんうんうん、で普通はさせないんですよ。だってさっきも言ったように個別的自衛権の観点から、うん、勝手なことしては間違い、だって戦場になるのは我々なんですから。そうですよね。でしょ、うん、ね、これは常識なんです、うん、みんなそうやって、うん、アメリカと対等になってきたわけです、うんうん、全てにおいてアメリカは許可が必要だと、うん、兵を出す出さないは議会が決めることだっていうのはアメリカもいつも言うから、日本もそう出せって言うんだったら議会に問いますけれど、うん、その時判断する、うん、議員の議会の判断ですって返すっていうのはどうですか。本来でも憲法で禁止されてませんか。そうです、今のところはそれが一番いい理由ですよね。そうそう、憲法で禁止されてるからそれは出しませんけどねって返せばいいっていうことですね。じゃあ総務制じゃねえじゃないかっていうふうに言われるでしょう、うん、憲法の範囲では、うん、だからそれ以外を総務制にするって言ってみるっていう、うん、でもアメリカはできないことはできないと言えばいいんだよね。できないことはね、そういうかどうかですよね、うんうんうん、総務制を求めるかどうか、求めてこないかもしれない、うん、求めてこないと思いますよ、うん、そうですよね、うん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 、総務制だから総務制偏務制の議論をする前に法的な対等を地位協定で実現するってことです。地位協定で分かった、いや 今頃分かったってしょうがないんですけども、でもこの遅きに失することはないという気持ちでいないとね。そうです、うん、だってアイスランドなんか NATO アメリカの同盟国でありながら、ね、出てかしたんですよ、うん、大したもんだね。で関係は時々来るんですよね、うん、でも常駐させちゃいけないってことなんですね、うん、ね、だから私が前申し上げてたような常時中流なき安保っていう話もあり得ると思いますでしょ、うんうんうん、それフィリピンはそうしてますよね、うん、いわゆるビジティング、うん、フィリピンの場合はソファーって言わないんですよ。ソファーって言わない、ビジティングフォースアグリメントって言うんです、うん、つまりアメリカ軍は訪問するしてるんだって、うん、なるほどね、うん、ビジティングならいいよと、うんうんうん、ですよね、うん、私がアーミテージにそのことをこの常時中流なき安保やるべきだっていう話をしたときに結構議論になったんですけど、最後は分かったって言ったんですよ彼が。それで、ただ言い方を変えた方がいいと、コンディショナリーステーショニングって言い方にしようと、常時駐留なきというんではなくて条件付き駐留だという。だからそれを言わないでね、アメリカでもこれちゃんとした意味は外交用語になってるレシプロシティ、ご形成にする、うんうん、お互いに恵み合うということですよね、うんうん、大使館を置き合うように、ね、あの基地を置き合う、うん、そういう感じなんですね、うんうん、本当は出てってほしいんですよ、うん、でもそれ言うとハレーションを起こすんで、うん、でも私はあと23年で敗戦後100年なんですよ、1945年、ね、うん、2045年、100年経っても米軍が駐留する日本でいいのっていう、ね、まさにそう、どうしますそれ。
って僕に言われてもそれいや、あなた首相だ、吉崎さんもダメだよって言わない、ね、ダメだといつも言ってるんだからダメだよ、普通5年ぐらいで出てくるよ、あと23年でそうなっちゃうんですよ。でもで今のままだったらますます何か、ね、南西諸島に下手するとこのアメリカの米軍、INF がなくなったもんだから弾道ミサイルが配備される可能性だって高いでしょ。ありますね、ね、で自衛隊のミサイル配備ってのは沖縄で始まりましたよね。始まりましたでしょ。で自衛隊だけじゃなくて、そうですよね。で、うん、北海道ももし米軍基地が作られちゃったらみたいな話ですよね、うんうん、ね、ロシアのためにね、ロシアに対抗するために。そうすると本当になんていうのかな、干渉、こういうの干渉国家って言いますけど、干渉剤の国家、ね、うん、ね、で一番悪いパターンになりますよ、ね、うん、ね、でノルウェーもアイスランドも、ウクライナも、うん、仮想敵国はロシア一つなんですよ、まあ、中国はまあ直接的じゃないから。でも我々は直接的な仮想敵国は、うん、そういう、まあ、呼ばせてくださいね、ロシアに加えて中国、北朝鮮があるわけですね。本当に脆弱中の脆弱な干渉国家なんですよ。戦場になる我々が、うん、ね、でこれ を,、うん、をコントロールする、うん、米軍はいても、ね、勝手なことはさせないってのは当たり前のことで、ね、うん、だってアフガニスタンもそうだったんだから。アフガニスタンも偏無制でしたよ。あ、そうなんだ。だってアフガン軍はアメリカ軍に従事すると思います。そうらしいんだよね。うん、するわけないでしょ。だって、うん、タリバンが中に入ったらどうするんだって話になる、うん、アメリカ絶対許さないから、ね、だけど対等性、うん、アメリカは全てにおいて、ね、安全基準も含めて許可制、うん、イラクもそうでした。だってドローンの、ね、ドローンの離発着も、ね、うん、ネイビーシリーズの緊急ヘリの離発着も全部これは許可制なんです、うん、すごいでしょ。そうだよね。いや本当そうなんだよ。だって日本の上空ね、米軍機がもう自由お笑いしてるじゃないですか。全くこちら側がわからないでね。そんなのおかしいよね、本来ね。おかしいっていうか、あれね、説明しようとするんですよ。うん、イラクとかイラク政府とか、うん、アフガン政府の高官の友人たちにね、うん、ね、彼らは理解できないんですよ。うん、ああ、なるほど。そんな空間が、こんな空間があっちゃいけないんです、このように。だって主権国家なんだから、うん、我々。あ、主権国家なんだ、はい、という話だよね。最高ですね、今の。すごいですね、やられたって感じ。すごいです ね, ね、そうなんだよね。いや、もしかしたらアメリカの映画、戦争映画見てるとものすごい許可するじゃないですか。撃っていいですかって、ちょっと待って、撃っていいですか。でもその許可を出すのがアメリカ米軍ってものすごい早いで、日本は多分そんなことを米軍にさせるのはかわいそうだって思うから許可制って思わないのかって、今一瞬ちょっと変な不届きなこと思いましたけど、アメリカはテキパキと許可を取ったり出したりしてるわけじゃないですか。今他の国ではね、イラクとかアフガニスタンとかではやってたわけですよね。で、日本の人たちがその許可制にしようよって言い出さないのはかわいそう、うん、そんな甘く見てるっていうか、米軍がそんなにテキパキとその許可を求めたり従ってくれたりしないんじゃないかって思ってるんじゃないですかって、ちょっと今ふと思いましたけど。ただまあ、そんなの知ったこっちゃないんですけど、外国軍が自由にできるっていうのは占領下だけです。ですよ ね, ね、だから主権国家なのって聞いてるわけ。そうですよね。そうですよね。本当にも主権国家じゃない状態だから、主権国家になりたいってことですよね。あ、早く人間になりたいっていう、うんうん、妖怪人間ベムベダとかいう。だからやはりね、さっきも言ったように、これあと23年で100年でしょ。その100年の時までに、まあ、それこそスケジュールをきちんと決めないといけないと思うけれども、もう
本当に必要なこれだけはっていうのがあるのかなというふうには思いますけれども、基本的には常時は駐留ない日本にさせなきゃダメだと私は思いますよ。いや僕は思いますけど、頼みますよ。頼みますもうこのトランペット振ってる吹いてる場合じゃなくて、いやトランペット吹いてる場合なんですよ。究極的な、もうだってもう、まあ、吹いていいんだけども、もう あと1年、来年3月で定年なんですよね。別に大学の仕事でやってるわけじゃないでしょ、それは。いや僕もう嬉しくて嬉しい、もうやっと教員としてね、いやトランペットだけに専念できると。もうね、火消しに専念して、来年3月以降何も発言しないですから僕。やめてください、そんなこと。何を発言しない、何も発言しませんから。またそういう変な約束しなくていいです。それは無理だよ。いやいやもう、ね、そうだ無理だ、あなたの本性がそれを許さない。素晴らしい。いやですね、鳩山さんぜひ本当に、今年一年中ちょっと僕に付き合ってください、いろいろなとこ。あ、分かりました。お時間あります？今何やってるんですか大体。友愛っていう今ここであなたと話をして。そうですね。いやいや、一応東アジア共同体研究所というのをやってるわけです、あと友愛っていう公益財団法人をやってます、結構それでバタバタしてますよ今日も。だからシンポジウム、さっきも話してましたけど、望月さんとか植草さんとか、一緒に話をしてましたけどね、アメリカのカーターさんが大統領辞めた後の方がいい仕事したじゃないですか、平和会議で。ね、はい、そうですよね。だからロールモデルをぜひで、ね、元首相経験者を一緒に同伴するだけで、同伴というかすみませんねこういう言い方ね。いいですよ。全然違いますか、ね、相手の態度対応、まあ、特に鳩山さんはそうです。鳩山さんはだからぜひぜひあれカーター見たくなってください。いやいや、で僕に同伴してもいいですよとか言って、僕は同伴しますか。同伴いいんだけどベッドは別よ。お、入りましたジャブが。いやいや、いやそれは私もやりたいと思いますよ、やりたいというか、まだまだ、まあ、もう後期高齢者ですけどね、でもね、高齢者であっても、やはり自分が総理の時にできなかったこと、悔しい思いしていることたくさんあるわけですから、それを一つでもいい方向に向けたいとは思ってます。ですね。だって、それとやっぱり、先週も、自民党の中で、数少ない友達がいるわけです。例えば石破茂さんとか、ね、中谷健さんとかですね、いいじゃないですか。いろいろお世話になってるんですけど、やっぱり、通じるものがあります、やはり。あ、そうですか、はい、で彼は党出ませんかね。それで友愛党に入るんですか。新しい友愛党ってなんかね、優しすぎるからいいじゃないですか。それもっていうかね、もうね、あの方々は多分、トップを目指しておられたのかもしれませんけども、なかなかそれが難しいとすれば、新しい政治の流れを作るために協力しますよと、石崎さんのためならやりますよって言ってくださいそうじゃないですか。いやいや、そんな力ない、ね、力ないです。いや、力はありますよ。いや、そこで、ね、僕に投げないから、ね。いやいやそれもいいアイディアだなと思いましたけど、これね、直接やるとなかなかあれ簡単じゃないんですよ。なるほど。やっぱりあなたは緩衝材というか日本の役割みたいですね。そうですね、緩衝材というか、あるいは循環油とか接着剤とかいろいろあるかもしれませんけど、そういういろんなこのままじゃいかんなと絶対思ってる人たくさんいると思います。それは政党を超えてあるはずなんですよ、それをうまくこうまとめ上げていくのはなかなか、かつて何々党の何々だった人っていうとなかなか難しいわけですよ。なるほど。ね、むしろそうではなくて、この純粋な思いでこの国をというか世界を何とかしなきゃならん、もっと平和にしなきゃいかんということでこう行動している人間が中に入ると、
みんながよし分かったって気になってくるんですよ。それはありがとう、前北さんがいいですね。それはね、女性が絶対ね、あのイメージ的に絶対です。これはね、あのある意味ね、あのジェンダー的な発想、ジェンダー的な考えというのは反するかもしれないけど、こういうのは絶対女性がいい、絶対効果的です。僕みたいに見た目悪いじゃないですか。僕ね、ダメダメ、僕はダメです。無理見た目関係ないですよ。それは悪くないですよ。あ、そうですか。でも意外と一緒、ちょっとお腹出てますけど、お腹出てて、痩せたんですって自転車に乗っててこの頃そう、いやいや、あの一緒に行くといろいろ面白いことが起きますもんね。そうですよね。あの私も協力できることありしますよ。ですから、ただやっぱりこの2人が軸になる必要があるんですよ。いやいやいや、そこはやるって言わなきゃいやいやって言ってんじゃ話がする。まあ、では来年の4月でそれができることになるわけね。それ、あ、だけど今まだあの教授職にいますから、うん、一応あの教授という肩書きもまだ結構で、ね、うん、役に立つ肩書き。日本は本当に役に、あの、ね、大学の教授っていうと馬鹿にされるじゃないですか。そう、それ人によるから。いや結構あの日本の外出ると、肩書きとしてはいいんですよ、ね。ああ、プロフェッサー。プロフェッサーね。だけどそれもなくなりますから、うん、まあ今年中にとにかく行きましょう。北欧、北極圏。行きましょう。トナカイ、トナカイさん。トナカイ。アイスランド。アイスランドいいですね。でもね、本当に。この地球温暖化というか気候変動の問題もそうなんだ、そうなんですよ、すごい進んでますよね。今ご存知のような北極委員会というのがずっとできましたね。北極だから、あの北極の沿岸国、アメリカ、カナダ、ロシア、それであと北欧の、あの国々ですよね、当事者ですよね。そしてやっぱりあの戦争とか安保抜きで、抜きでこのね北極圏の権益のなね、地球的な資産ですから、それを考えるって北極委員会というのがあったんですよ。これ機能した、唯一国際機関として。でもこれがウクライナ戦争が始まってから全く、機能停止しております。つまりあそこのあんな重要な地球温暖化にとって一番進んでるところですから、地球温暖化の影響ですよ ね。でこれを考える国際的なフォーラムが今ない状態なの。これはそれも一つの理由なんですよね。停戦を、ね、1日も早くっていうのは、うん、地球的な規模に影響を及ぼしてる、ね、それは大事だね、うん、本当ですね。むしろ、うん、そちらの方が長期的な意味で重要かもしれんな、うんうんうん、もうどんどん、ね、化石燃料からまた原発を再稼働するとか、そうですよ、ね、狂ってますよね。ドイツでもね、ちょっと方針転換今しつつあるでしょ。やっと福島第一 の経験から真っ先にあの 教訓を組んだドイツなのに、それが今やっぱりこのまま冬越せないということで、メルケルがいた時はね踏ん張ってましたけど、ですよね、日本のメルケルみたいな感じじゃないですか、あなたは。頑張らないといけないと思います。お願いします。とにかくやりましょうね、そうです、そうです、やらなくては。二人がこうでしょ。今日は3人でできてよかったです。いや、ありがとうございます。じゃ あと 2,3 曲やってください。そうそう、いやいやじゃなくて、いや、みんなそのために来てるんですよ。そう、いや、そう、今日は鳩山さんの顔見にね。じゃああれですかね、あれ知ってます、榎本健一。榎の健じゃないですか。榎の健、この歌知ってるでしょ。いちょっとルバーズでポロポロとキーくれます。夕暮れに仰ぎ見る輝く青空、日が暮れて巡るは我が家の細道、狭いながらも楽しい
鳩山さんの声いい声ですね。いい声ですよ。聞こえました。あのうまくミキシングしてくれたんじゃないかと思います。すごい素敵な。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ピアノ中島ひよえ、トランペット磯崎健二、スペシャルゲスト鳩山由紀夫、司会は前北美和子でした。ジャズ弾けしありがとうございました。ぜひまたいらしてください。鳩山さんもぜひまたいらしてください。はい、アイスランド報告。